今月6日の午前、群馬県高崎市の上信電鉄の踏切で近くに住む9歳の小学生の女の子が列車に跳ねられ死亡しました踏切の周囲には田んぼが広がり見通しは決して悪くありませんがこちらの踏切には遮断機や警報器は設置されていませんそう現場は遮断機や警報器がない 第四種踏切と呼ばれるものでした国などによると全国にある第四種踏切はおよそ2400 JR 西日本によると2018年度から2022年度にかけて艦内で起きた踏切の事故件数は遮断機と警報機がある第一種踏切の方が第四種踏切よりも多い状況ですが 100ヵ所あたりの事故発生率で見ると、第1種踏切の年間の平均が0.26件なのに対し、第4種踏切が0.68件と3倍近く高い状況となっています。数は少ないものの、事故の発生率は高く、危険性が高いことが伺える第4種踏切。実は大阪府にもありました。 堺市西区にある半壊電車の踏切住宅街の中に遮断機も警報器もない踏切があります駅や目的地に向かう近道として近くに住む人などが渡っています昔からずっと使ってますね確認するのと音は聞こえるんで大丈夫です 海電車によると、少なくとも数十年前から設置されていたといいますが、以前には1998年11月、近くに住んでいた当時2歳のな穂さんが電車にはねられました。 その後、奈穂さんは一命を取り留めたものの、人工呼吸器をつけて、介護が必要な状況です。もう二十五年たっても、何一つ変わってない。踏切なり、遮断機なり、なん、なんていうかな、警報機なり、なんかつけてもらって。この間、そうやって、九歳の子の亡くなった話も聞いたんで。ここのこと、をやっぱり思い出して、あの時のことを、がよみがえって。 なんとか、うん、ここにって思う気持ちがいっぱいぱです一方、半開電車によると、遮断機や警報器の設置には、法律などに基づく線路や道路の改修が必要で、コストがかかるほか、廃止も住民の理解が得られないため、現在の状況が続いているということです。遮断機と警報器がない踏切の安全を どのように確保していけばいいのでしょうか遮断機も警報器もないという危険な踏切数はどれくらいあるんでしょうかはい、そのような踏切を第四種踏切と言いますえ、その数年々、まあ、微減ですが減ってはきているんですけれどもうん、うん、2022年度で2408箇所も全国であります、はい、全体の踏切の7.4%を占めています、うん 危険だからといってもこれ住民の方々の生活もあるんでなくすのも山田さん難しい問題ではあるといううことなんです、ね、そうですすねねそちいち回ってたらとてもじゃないけどというところがあると思うんですけどもなんかしかしあのこう四面四角な警報機と遮断機だけではなくて これだけ今いろいろな面でセンサーも発達してきてますからねうん、うん、簡易方式のものができないんでしょうかね。うん、今のの技術でより安安価なそして安全性の高い、うんまあ、とにかく注意を、ねはい、あの喚起するような程度でもいいのかもしれませんけども何かあるとそこでもしかしたら貴重な命が助かるかもしれないと思うと我々の,あの京都も単語鉄道を中心にこの第4種はたくさんあるんでね。はい それは非常に一言ではないですね,そうですねこういう危険な事故をなくそうという対策というのを取られています、はい、それがこちらなんですけれども JR 西日本が導入を始めた踏切、その名も踏切ゲートトライトですイト遮断機のバーが自動で動くのではなく歩行者が線路内に入るときは自分で持ち上げて出るときは押して出られるという仕組みになっています。 低コストで設置できるということで安全面への大きな期待効果が期待されています。うん、そのライトなんですけれども安全性が大幅に向上するというデータがあります。うん、通行者の一旦停止率が95%だということなんです。はい、さらに設置にかかる費用なんですけれども第一種に回収する場合の十分の一以下で済み、施工時間はおよそ2時間だということなんです。はい 時間も費用も抑えられるうん、うん、ということなんですが、神崎さん課題はそうですね、やはり、言うても警報器があるわけじゃないので、結局、まあ、あそこで一回立ち止まってもらって、その上げる手間があるんですけど立ち止まってもらって、その時にやっぱり左右を確認してもらうというところはあるんですけれども、うん、あとはですね、これやっぱり人が通行するところにはできるんですけど例えば、車が通れるようなところには、なかなか設置するのが難しかったりとか、うん、あとはあの小さなお子,様でお子さんでまああの、バーよりも。 背が低かったりするとまあ通り抜けられてしまったりすることもあるので、うん、まあそういったところは課題かなというのですけどね、うん。これ以上痛ましい事故が起きないように早急な対策が必要です。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。